ビギナーランニングマガジンへようこそ元祖級人牧野です今回はロッカー機能を搭載したシューズを利用してピッチを加速させようこれをテーマに紹介したいと思いますまあロッカー機能を備えたシューズというのはね色々もう多種多様出てるんですけれども例えば僕の好きなこのアシックスの、えー、シューズなんかはそうなんですがやはり前 トースプリンもね、えー、鋭いですけれども体重移動をかけるだけで進んでいくとで以前にも話した通りですね足首が背屈している状態で進んでいくと非常に回っていくあもちろん姿勢がね崩れてしまえば最もとも,とも,ともないんですけれどもただ難しいのがいくらロッカー機能を備えたとしてもどうしても足首を使ってしまったり疲れてくるとですねすり足になってしまうケースっていうのが出てきますで。 やっぱりこのろ過機能を駆使するとハムストリングスや大腰筋をうまく活用できれば回転数が上が上っていくんですねで。僕も疲れてる時にあえて翌日ゆっくり走るつもりだったのがこういうのを履くとですね えー、非常にピッチが維持できるとだから普段ゆっくりだってのが175ぐらいだったら5ぐらい上がって180ぐらいが、えー、キープできるぐらいな非常に回転を上げやすくしてくれるとそこで、えー、このシューズ、えー、特にですね前体重になりますからこれを活かすために僕がよく使っているのがこのようにね傾斜のきつい坂道っていうのをうまく利用します。で結果的に、えー トースプリング前足部を意識するとですねまあかかとがつかない状態になってくるので非常に巻き込みやすくなってくるとですからまあ、この自転車の人みたいに押してしまうって押しすぎるとどうしても巻き込みできませんが軽く押してすぐに入れ替えると足はどん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 巻き込んでくるこの感覚を登りきった時に前傾姿勢を保つとそのままハムの勢いを使って回転数上がる形なので したがって力を使わずににでですね上に登るることができるとがきポイントはやはり押しすぎると四頭筋という前の筋肉が使ってしまって登ったらこうヘロヘロになっちゃうんですがここからですね、えー、前傾をもっと保っていくと足は回転していくのでまあ変な話ですけども疲れ切った自転車の方を。 ススーッと抜くぐらいいそんなに速いペースではないんですけれどもスムーズに前にに前くこことととがででききまますすすよということになってきますですので緩い傾斜よりもね僕きつい傾斜っていうのを結構進めていてあとはあまりこう長くない方が疲れにくいので是非ですねそういうのも活用してもらえればと思いますね。でこれはハムストリングのエクササイズですがこのように足首が曲がってそして姿勢のいい状態で行うと足が引き上がりますよという状態になっていきます。 で NG ですとこのように足首が低屈してしまうとふくらはぎがつかとこうなるとロッカー機能が使えなくなる姿勢が悪いと同じように転がることが難しくなってくるという例になってきます。このように足が巻き込んででくるとですねストライドも キープしなががらピッチを加速することがサポートしていくことができますんでうまくろっか機能のシューズというのを駆使しながら、えー、そしてハムや大腰筋という連動これを活用するためにもちょっと坂道も使っていただいてハードにはなりますけどうまく体を鍛えていただければなと思います。 今回はロッカー機能を駆使して、えー、坂道トレーニング、えー、それをやっていただければなと思っています。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想を求に、マキナでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。